だったわ。この間のお兄さん、ドラゴンカートを体験していきませんか。よっしゃ、それじゃあやってみっか。ぜひ。そういえば自己紹介がまだでしたね。私はここでドラゴンカートの受付をしている藤沢と言います。俺は春日一番店だ。よろしくね、藤沢さん。よろしくお願いします。では早速カートに乗ってみましょうか。おう。初めてのカートは楽しめました？なあ、なんつうか普通の車を運転すんのとは全然ちげえな。確かにこいつはスリリングで楽しいぜ。気に入ってもらえて何よりです。次からはぜひ大会にエントリーしてみてください。今とは比べ物にならないくらいド迫力のレースをすることができます。エントリーしたくなったら私に話しかけてください。他にもタイムアタックやカスタマイズも受け付けているので、いつでもお待ちしています。ああ、わかった。お、さっき走ってたおっさんじゃん。ん、ほんとだ、お疲れ様でーす。やあ、直樹さん、愛さん、天の海さん、いつら寒くねえのか。お疲れ様。皆さんもいい走りっぷりでしたね。そうっすか。さっきは実力の 1% ぐらいしか出してねえっすけど。あなたは新入りさん？紹介しますよ。彼は春日一番さん。今日初めてカートに乗ったんです。
今度大会で当たるかもね。でもその時は潰しちゃうから。今のうちに念仏でも唱えておくでごわすよ。じゃあな、ルーキーのおっさん。まあ、死にたくねえならおとなしく感染してた方が身のためだと思うぜ。待てよ。あ？さっきから黙って聞いてりゃ好き放題言ってくれるじゃねえか。がぜんやる気が出てきたぜ。次のレースでお前ら全員ぶち抜いてやっから覚悟しとけよ。へえ、言うねえ。その言葉忘れんじゃねえぞ。楽しみにしとくわ。あ、ちょっとちょっと、熱くなるのはいいですけど喧嘩はダメですよ。やるならレースの中だけにしてください。じゃあね、藤沢さん、一番くん。いやまあ見ての通りこの町のレーサーは個性が強くて、その分実力も申し分ないメンツが揃ってましてね。確かに癖の強そうな連中だったな。あいつらもそうだけど、どんな奴が参加してるんだ？そうですね、まずは代表経験もあるレスリング選手の直樹さん。そのパワーと反射神経は群を抜き、隙を見せたらその瞬間にカートごと崩されてしまいます。力士で前頭3枚目の浜の海さん。その圧倒的なパワーは他の追随を許さず、立ち塞がるライバルはみんな吹き飛ばしてしまうクラッシャー。直樹さんと浜の海さんは相当の爆弾と呼ばれ恐れられているんです。カジノでディーラーをしているアイさん。浜のスピードスターの異名を持つ彼女は直線勝負では敵なしですね。夫の給料のほとんどを自分のカートにつぎ込むマダムのマツコさん。近寄る者はカートだろうが嫁だろうが容赦なく妨害してくる恐るべきベテランドライバーです。彼女の加速力はなかなかのもので、アイさんと合わせてロケットガールズなんて呼ばれてたりもします。上場企業でバリバリ働いている商社マンのスグルさん。その卓越した分析能力でコースの隅々まで把握し、最短ルートを駆け抜けるインテリレーサーです。かつて茨城を制覇した暴走族チームアゲポヨのリーダーアキラさん。神奈川進出の足がかりとして参加しているみたいです。バイク仕込みのテクニックが素晴らしく、コーナーリングの美しさと攻撃の残酷さに思わず言葉を失ってしまいましたよ。超攻撃的レーサーで極道の陳さん。彼が走行した道にはペンペン草すら生えないと言われています。スグルさん、アキラさん、陳さんはドリフト三重師とも呼ばれ、女性ファンも多いですね。最近エントリーしてくれてるレーサーたちはざっとこのくらいでしょうか。強い相手ばかりだけど頑張ってくださいね。メンツ濃いな。このレーサーたちの中で勝ち上がることができたら、全国でもトップレベルの実力が身につくはずです。頑張ってください。なるほど。よし、それじゃあカートで走りたくなったらいつでも声をかけてください。エントリーお待ちしてます。ああ、わかった。また寄らせてもらうぜ。ドラゴンカートか、なかなか楽しませてくれそうだな。時間ができたらまた来てみよう。彼ならあるいは俺を楽しませてくれるかもな。